ウィムズハースト式誘導起電と付属する二つのライ電瓶、ウィムズハースト式誘導起電機は円盤を回転させることで静電気を発生させる誘導型の静電発電機。英国の発明家、ジェームズ・ウィムズハーストによって1880年から1883年にかけて開発された。垂直に設置された互いに逆回転する2枚の大型円盤。 金属ブラシをつけた2本の金属棒、火花の発生する隙間を開けた2個の金属球、という独特の外観をしている。20世紀初頭の工学冊子に掲載された、ウィムズハースト式誘導機電機の挿絵メディアを再生する、ウィムズハースト式誘導機電機を作動させている様子。この機械は、誘導型と呼ばれる、静電発電機に属するもので、摩擦に頼ることなく静電誘導によって、 電荷を分離するこのタイプの初期機械は、ビルヘルム・ホルツ、アウグスト・トー・プラー、J ・ロバート・ボスらによって開発された。昔の機械は、効率が悪く、予期不能な曲線の切り替えを起こす傾向があるが、ウィムズ・ハースト式には、どちらの欠陥も存在しない。ウィムズ・ハースト起電機では、2枚の絶縁円盤が反対方向に回転し、 円盤にある多数の金属線片も共に回転しつつ、金属棒で橋渡しされた両端のブラシ箇所を通過する。誘導によって生じた電荷の不均衡は、両脇から各円盤に水平に渡された二組の櫛型電極によって取り込まれる。これら終電器具は絶縁子自体に取り付けられており、出力端子と繋がっている。正のフィードバックが蓄積電荷を 指数関数的に増加させ、空気の絶縁破壊電圧に達すると、電気火花が金属球の隙間を飛ぶ。理論上この機械は、自己軌道ではなく、仮に円盤にある、どの扇片も電荷を有していなければ、他の扇片に電荷を誘導するものが一切存在しないことになる。実際には、空間内に自然に存在する、わずかな残留電荷であっても、種となるには十分で、 円盤を回転させれば発電プロセスは開始する。この機械は乾燥した空気中でのみ満足に作動する。電場に対抗して円盤を回すには何らかの力学的な動力が必要であり、機械が火花の電力へと変換するのがこのエネルギーである。ウィムズハスト機電気の定常状態出力は直流電流であり、その大きさは金属線辺で覆われた部分の面積、 回転速度および初期電荷分布の複雑な関数に比例する。絶縁の程度と機械の規模が到達し得る最大出力電圧を決定する。蓄電される火花のエネルギーは2つある雷電瓶を追加することにより増やすことが可能で、この瓶内側の金属板が起電機の出力端子とそれぞれつながっている。典型的なウィムズファースト式誘導起電機は円盤直径の約1。 3の長さの火花を生み出すことが可能である。ウィムズハースト式誘導機電機の模式図、N1N4 がブラジ。左右の両端にあるギザギザが串型電極、ウィムズハースト式誘導機電機は19世紀の物理学研究で使用された。また、1900から1920年には、第一世代のクルックス X 戦艦に電力供給するための高電圧を生み出す目的で、 使われることもあったが、一般的には、ホルツキ電気や誘導コイルの方が使用されていた。現在では、静電気の法則を目の前で披露するために科学博物館や教育現場でのみ使われている。互いに逆回転する2枚の絶縁円盤には、たくさんの金属製片が貼り付けられている。この機械には、設置した小型ブラシ4個と電荷を取り込む、串型電極2本がついている。 一般的なウィムズファースト式誘導器電機のブラシを保持する胴体棒は各円盤に一本ずつあり円盤を透かしてみた場合はを描くように直行している電荷を取り込む2本の串型形電極は一般的に水平に取り付けられ両方の円盤の外円に均等に接触しているこの串型形電極は通常それぞれ別の雷電瓶とつながっている動作原理のアニメーション A 列と B 列は逆回転する2枚の円盤を表したもの。列を動くが円盤状の扇辺での色は扇辺の電荷状態を表す。X、X1 と Y、Y1 は各円盤にあるブラシ。Z は電荷を取り込むく型電極。円盤2枚のどこかに存在するわずかな電荷でもこの帯電プロセスが始まるには十分である。ここでは円盤 A で 正味の電荷がわずかに正しだったと仮定して円盤 A と B を互いに逆回転させる。A 上のわずかに正対電した扇辺が X1 の左位置だったとするとその電状のために隣の円盤 B のブラシ Y1 にある扇辺が誘導されて負に対電する。ブラシを保持する胴体棒を通じて静電誘導が起き遠方のブラシ Y1 と接する扇辺に 正の電荷が誘導される。さらに45度回転すると、串子電極 Z 付近に来た円盤 A 上の正電荷は、円盤 B 上の正電荷が串子電極 Z 付近に近づくことによって反発を受ける。そこに設置された串型電極が双方の正電荷を取り込んで、扇辺を電気的中性に戻すとともに、その正電荷を大電瓶のアロードに蓄電していく。続いて、 円盤 B に着目する。B が90度回転すると、先ほど B 上に誘導された2つの電荷が、隣の円盤 A のブラシ1、X、X1 と重なる。この電状によって、B 上の電荷が円盤 A に2つの電荷を誘導する。円盤 B が回転し続けると、B にあった電荷は、直近の串型電極によって取り込まれて蓄電される。この正の電荷は、 電極 Z から大電瓶のアノードへ蓄電され、負の電荷はもう一方の串型電極から別の大電瓶の仮想度に蓄電される。ここで再び円盤 A に着目する。A が90度回転すれば、先ほど A 上に誘導された2つの電荷も、また円盤 B のブラシ1、Y、Y1 と重なって円盤 B 上に同様の誘導を起こす。 A の分極電荷が B の分極を誘導して B の分極電荷もまた A の分極を誘導するというプロセスが繰り返される。義変が誘導する電荷は胴体棒の有限な電気容量と釣り合うまで指数、関数的に増大していく。これらの誘導された正たと負の電荷はすべて各々の,の,の雷電瓶へと串型電極によって取り込まれていく。やがて雷電瓶の放電で 火花が発生したとき、両円盤をめぐる帯電のサイクルが完了する。対抗する扇変に勇気された政府の電化を引き離すのに必要な力学的エネルギーが電気出力のエネルギー源となっている。ありがとうございます。